はい、こんにちは、トールと申します。槍の司令城は竜帝陛下を攻略中の2話を視聴しました。話的にもかなり順調で良い出来だったんじゃないかなと思われます。今回も視聴後の感想や深掘りなんかを原作未読アニメ視聴者視点で語ってみたいと思いますので、よろしければお付き合いください。では振り返っての全体感から、第2話はこれから起きる悲劇もすでに知っていたのでどうにか回避したいと思いますですね。出来事としてはね、前回船の上の描写からなんですが、謎の襲撃がありまして、でそこから、逃げて港に着いたんですけど、まあ恋敵との出会いという、イベントが発生します。その後はまあ未来知識絡めてね、陛下からいろいろ事情を聞いた後にですね、ジルさんがめちゃくちゃ動き出してですね、実際最終的には誘拐事件に巻き込まれて、かつての仲間と再会するというところまでの話になっていました。で、この、まあ、第2話の全体感として言うなら、視聴感がめちゃくちゃいいんですよね。なので、まあ、ちょっと今回はね、それをうまく言語化できないかなと思って話をしてみたいと思います。まずですね、メインストーリーが、まあ、なかなかいい展開ですよね。面白い。特に、まあ、陛下の事情をいろいろと今回話を聞くんだけど、そこによってですね、こう得てくる情報が、まあ、未来の話と噛み合ってくるわけですよ。で、未来の知識知っとるから解決できるわ、じゃなくて、未来の知識知ってるから推察できるわってなっていて、今回の事件についてもね、裏側をちょっと後で考察してみたいなというふうには思いましたが、ジル自身もそれで解決できるわけじゃないからね、すごく動き出すわけですよ。ここがポイントで、今回の話って、まず、説明描写めっちゃ多いんだけど、全然冗長になってないんですよね、各シーンが。ハプニングバンバン発生するし、で、その上で、ジルがめちゃくちゃ能動的に動いて活躍もするし、で、キャラクターとしてもね、本当にいろんな意味でインパクトが、強かったかなと思います。この辺が本当にうまい緩急の付け方になってるなと。はい。緩める部分においてもすごくうまくて、二人のやりとりって結構ラブコメ的なね、絵面にはなってるんですけど、根本的なところでお互い大人なんですよね。陛下は大人やし、ね、ジルもまた精神的に大人、かつ二人とも悲惨な運命をね、すでにね、経験してきているから、だから、その恋愛感情っていうのを、後に置いといて、まず最優先であるこの利害関係の上で完璧に合意が取れてるわけでね、2人のやり取りっていうのはどちらかというとやっぱり信頼関係を深めていく描写になっているので、まあ楽しく見れるわけですよ。で、でそういった関係性がすっきり見れる上で、絵面的にはね、この慎重さカップルの良さをバリバリに活かして描いてくるんだよね。やっぱりそのジルのことを陛下はまあ抱き上げますよね。で、背が高い方の、その、陛下の方が、よくふらついたり倒れたりするんですよ。ここ絶妙ですよね。絵面的には、まあ、つまり、身長差が逆転する、動きになっておりますし、またそれに対してですね、ジルがめちゃくちゃ姿勢がいいんですよ。棒立ちじゃなくて姿勢がいいんですよね。この体幹の良かっていうところ、良さっていうところがね、すごく、その男前令嬢と、まあ女子力陛下のね、いい組み合わせになっていてですね、これ絵面的な強さをね、バリバリに、引き出してる感じがあると思います。あと、この緩急の付け方として、この絶妙なバランスやなと思ってるのが、やっぱり今回一番インパクトがあったのは、序盤の、その、飛行船描写っていうんですか。いや、船ってそういう意味じゃないんやけど、船をぶん投げるジンさんの部分ですよ。まあ男前令嬢だよねみたいな話はしていたんですけどね、ちょっとねこれおてんばってレベルじゃないぐらいに、びっくりするシーンで、ある意味シュールにも見えるわけですよね。いや船ぶん投げれるんかいっていう、前回までの戦いにおけるそのねジルの強さのイメージよりもね 2,3 段階、強くなっていてですね、何でもできそうなぐらいのパワーには見えると。でもですね、まあ実際にジルが魔法を使っていた描写なんかから、魔力を使ってそこを補ってるんだなって、まあ魔力を使えば、この陛下の安全もね、確保できるだろうし、また魔力が切れないようにね、相手を不快無できなかったんだなっていうふうに思うと、我々がこの世界のことが分かってなかっただけで、まあ想像で埋めれるような形になってるわけですよ。で、それを説明から入るんじゃなくて、まず絵から見せてくるっていうところは、これは結構上手い表現なんですよね。これ自体がそのうまい具合に我々が世界のことよく知ってなかったからっていう、ところのインパクトとつながっていて、なんとなくその見てる時の感覚がその時々挟まるギャグ的な、演出にも近くなっていてですね、前回も言ったんですが、こういうギャグ的な部分とかデフォルメ描写ってシビアすぎる
世界っていうところに差し込まれるとちょっとちぐはぐに感じるんですよね、うん、でこの他の作品だと僕は結構この急にシビアなシリアスなね世界観にギャグのデフォルメが入ると慣れないことが多いんですけど、この作品は本当にそのあたりのバランスが絶妙になってるので、まあ船ぶん投げる前にはちゃんと魔法の演出をね3パターンぐらいちゃんと、ね、見せていますし、描写はないんだけど、それは、我々視聴者はこの世界のこと知らんから、描写がないだけで、ジルさんって別に自分の内心を語ってるだけで誰かに説明するために語ってるわけじゃないから、ジルの考察部分に関しては言語化されるんだけど、この世界を普通に生きてるジルさんっていうのは、我々に世界を説明してくれないっていうのは当たり前なんですよね。これが異世界転生だったら別なんですけど、このあたりが、結構全部のいいバランスになっていて、だから一瞬ですね、まあ竜と話す女の子っていうところのね、シュールな絵面が出ていてもですね、いやこんな身近に竜がおるんかいっていうのが我々の、新鮮な喜びというか驚きだって、竜と会話ができるんだっていうところがジルの、新鮮な驚きになっていてですね、まあ結果的にですね、まあなんか子猫に向かって一人でずっと喋ってる女の子みたいな、そんな感じの変人具合で竜と話す少女がね、その描かれてるみたいな形がですね、やっぱこの世界自身の面白さというかね、ある意味ナンセンスにも見えるんだけど、それが当たり前になってくる作品の面白さみたいに落とし込まれていてですね、なんかねシビアな世界が担保されてるんですよね。結構コミカルに見ることができて、ギャグ描写笑い描写入ってるんだけど、この辺のなんかこう視聴感っていうところが自分としてはすごくね、新鮮ではありましたし、なんかうまい具合にね言語化できる方はね言語化していただけるとね、自分の中で腑に落ちるんですけど、とりあえずね今回ね2話すごく良かったです。まあ最終的にね、かつての仲間と出会ったことによって、まあこの作品ね、まさに2話のタイトルそうなんですけど、まあやり直し令嬢としてまあ決意を固めていくっていう、そうまだ何も失っていないね、ここから取り戻すための戦いが始まるんだと、そういったところでねなんか気持ちがまとまりましたので、ね、これはねなんか次回あたりビシッと決めてもらったらね、なんかやり直し令嬢ものとして最高のスタートになるんじゃないかなと、思ったりはしました。はい、まあ皆さんね感想なんかも気楽に投げていただけると幸いです。ではここからは個人的に注目したポイントを触れていきたいと思います。まあ言ってアニメ初見勢のねザレ事であるんで気楽に聞いていただければと思うんですけど、やっぱり今回ねジルが自分が未来に知ってる知識っていうところと現実に起きてることが乖離していて、そこから推察してるっていう描写が、絶妙に良かったと思います。まあ2つほど出てきたんですけど、まずは、この町におけるベイルブルグの無理心中ですね。まあ婚約者候補の一人が振られた腹いせに他の元婚約者を殺害して回って自分も、命を絶ったっていう事件が起きてですね、そんな感じでですね危険な女の子なのかと、まあジルは考えていたんだけど、実際に出会ってみてそうじゃなさそうな感じが、ありまして、でまあ今回の事件も照らし合わせるなら裏側で、全ての責任をこの少女スフィア嬢に、なすりつけた人物がいると、誰かが絵を描いていたことが、わかります。そして、元々は陛下が婚約者をね、こんなに早く決めて戻ってくると思われていなかったからこそ、何らかの計画が前倒しされたと、思われまして、陛下を襲撃し、港町に追い込み、で、陛下が港町で足止めを食らってる間にですね、陛下の不祥事ということで、連れてきたジルが、まあ敵国を手引きしたという、ことでですね、陛下の責任を追及さしつつですね、ここで自分の娘が命を絶つみたいなことがあると、陛下の引きずり下ろしたりだとか、また、まあ敵国というか両国間での戦争の火種になるみたいな、公爵側の陰謀が見え隠れするという、そういう見せ方、この辺結構絶妙ですよね。現状としましては、まあ、公爵が娘を大事にしてないことはわかるので、このままだとスフィア嬢はですね、まあ、殺されてしまうんだろうと。そして、それを、まあ、公爵は陛下のね、まあ、責任追及に持っていくんだろうってことが、わかるんですけど、その、未来の知識も知ってるからわかるんですが、単に公爵が私利私欲で動いてるとも、言えないんですよね。うん、だって未来の事件っていうのは多分公爵にとっても結構責任重大なわけですから、はい。でどちらかというと今回はね公爵自体のメリットもそうなんだけど、なんか両国間の戦争をこう狙ってるような、形にも見えてきてですね、そう単純な動きではなさそうで立体的に見えるから、だからジルも一概にはどうこうって言えないんですよ。だからお兄ちゃんのこともそうなんですよね。
あのお兄ちゃんが裏切ることはジルが分かっていたとしてもですね、ジルはそう聞いてるだけであってね、実際にお兄ちゃんに会ってみないと分からないと陛下、ね、このあたりが絶妙で、いわゆるそのタイムリーパーって何が起きるか分かってるから、分かってるからこそ、その自分がタイムリープしてきた存在であることをカミングアウトするかしないかっていうね、そういう問いに悩まされたりするわけで、で視聴者的には早くカミングアウトして協力してもらわんとと思ったりはするんですけど、これマジでジルにとってもこれから何が起きるか分かんないのよ。単純にお兄ちゃんに気をつけてください陛下って言ったとしても、あのそれこそね、裏側で糸を引いてる人物がいる可能性があるわけですよ。今回も、まあ言ったらこのスフィア城やばい人ですよってね、あの陛下に言ってたとしてもですね、スフィア城は全然別に悪い人ではなくて、裏側でね、駒として使われていて、さらにその駒として使っとった公爵も裏側で誰かに手引きされてる可能性が、あるわけですよ。その未来の事件を考えると、そう考えると、まあ、一概なことも何にも何とも言えなくてですね、そう、結構困るんですけど、で、ここで、このジルの性格がめちゃくちゃ生きてきて、この竹の割ったような性格だから、とりあえず自分が動いて、あの、情報引っ張ってこようっていうところで、で、彼女が能動的に動いたことによってですね、今回結局結果的には全てのピースがね、ハマる場所に彼女がいるわけで、うん。すごく気持ちのいい構造になっているんですよね。はい。そんなわけで、ちょっと未来の悲劇なんかが分かってるけど、でも分かってるからといって、ね、あの、どうすればいいか分かるわけじゃないところが、ジルの行動につながっていく動線。結構なんか、タイムリーパーの使い方としては結構いいんじゃないかなと、個人的には思いました。あとは、やっぱり陛下が14歳未満にこだわる理由でしょうかね。はい。まあこれ周りからは完全にロリコン、少女趣味と思われていてですね。まあみんながその共通認識ではあるんですけど、今回まあ陛下がやっぱりちょっと収まりの悪いことを言ってるんですよね。うん、大人など年を取っただけの子供に過ぎないって言っていて、このセリフ、まあ自分の大人げなさをね、ごまかしてるんだけど、ロリコンのセリフとしてはやや収まりが悪いんですよ。とするとやはりこれは数字的な意味があるのかなと見た方が良さそうです。で今回陛下っていうのは、まあ、11歳の時からね、皇太子が死に出して、で、16歳の時かな、6年連続だから、に、まあ、陛下になったと言っていたんで、そういった意味で言うなら、まあ、15、6あたりが何らかしらのボーダーライン、例えばこの国の成人年齢がそのあたり、なのかなというふうに思うと、まあ、14歳未満にこだわっていたところが、ちょっとわからなくはないですよね。うん、そして、まあ、前回ジルに会った時も、できればもう2、3歳若い方がいいと言っていたので、うん、流飛というものを設定すると一旦呪いは、止まる。もしくは他の何らかしらのね、いいことが起きるんだけど、ただ、その流飛がね、一定の年齢に達してしまった時に再び災いが起きる可能性があるので、まあ、その流飛、もしくは婚約者、候補は若ければ若いほどいいみたいな、事情があったのかもしれません。まあ、今回の、まあ、死んでいた皇太子の発言をね、照らし合わせるなら、女の人の声が聞こえるみたいなことを言っていたので、かつての元劉妃みたいな人が、例えばその時の成人年齢未満でね、死んでしまって何かの悔いが残っていて、その呪いや因果みたいなものが、関わってくる可能性はちょっとありそうですよね。そんなわけで、まあ、そのあたりの14歳未満だった理由は、このね、一期の間にどっかで回収されるんじゃないかなとちょっと思ったりはしていますが、まあ、その呪いみたいなものの根源についてはね、ちょっとわからないままかもしれませんね。それこそ、なんか、呪いという言い方をされてるってことは、つまり、もうこっちの国では解明できてない、ことなわけですよ。ただ、実は魔法技術みたいなもののね、まあ、応用とか発展系だったり、また、その、竜の力と魔法の力が、もともとは同じ起源だったみたいな、そういったところが見えると、まあ、それこそ、そもそも持っているね、呪い的なものが解明されるかもしれませんので、はい、気になる部分ではあります。あと、まあ、ジルさんはやっぱ精神的には、その大人であって自分がまだまだ子供であることが分かっているからこそね、陛下に言い寄られてもですね、こいつこんなちっこい子に言い寄ってんのかっていう感覚が拒否してるところが、ある意味その転生者としてすごくいいですよね。
この小さい頃の女の子は、ね、年上の男性に憧れたりやとかね、素敵な王子様に言い寄れた時にドキドキしてしまうところはあるんだけど、自分自身が子供と自覚してる精神的に成熟した成人女性だと、やっぱり見え方や感じ方が、違うと思いますので、この辺がまあ二人の適度な、距離感になっているんだとすると、なかなかいいかなというふうには思いますが、まあ陛下的には大変不名誉かもしれんし、で、そこまで言っといて本当にロリコンの可能性も普通にあるっていうところがね、ちょうどいいバランスじゃないでしょうか。その他としましては、やはり今回もね、細部の描写が細かくてすごく良かったですね。なんか港町の、書き方とか、そう、軍事的な設備とね、施設と、で、教会的な施設と民家とかで、色合いが、変えて書いてあったりだとか、また細かい、まあ船の描写とかもね、そうなんですけど、はい。軍事力的なところの発展の度合いだとか、また、ね、まあ船の形状とかを考えるとですね、魔法というものは存在はしてはいるんだけど、それでもジルほどのその使い手みたいなものはそうそういないというか、彼女がイレギュラーであることなんかは推察できると思います。あとまあ教会なんかのね、権力もすごく高いことがよくわかります。この辺のね、細かいところを拾っていくのはずっと楽しいと。あとやっぱ今回もなんですけど、まあ食事シーンは毎回本当に美味しそうに作りますよね。まあこれクロワッサン今回出てきておりましたけど、まあ食文化が発展するっていうことは、ある程度その戦争はそんなになくて平和な時代が続いていたのかなというところが想定されます。まあその久しぶりにね、まあ竜神が見られる、ラーベが見られる皇帝竜帝が生まれたということで、まあ大きな変革の時が来てるのかもしれませんし、逆に言うとこう貴族側のですね、汚職とかね、権力争いみたいなものがまあ激しい世界観なのかもしれませんが、とにかく、食文化がめちゃくちゃ豊かになっておりますので、なんか楽しそうに絵付けされる、そんなジルを楽しめそうですよね。そんなわけで2話について話をしてみました。いやなかなか良かったですね。やっぱりジルさんのそのギャグとシリアスシビアの間に挟まるですね、一見シュールなんだけどでも爽快感のある、世界観をね叩きつけていく、船投げの描写は自分としてはねすごいいい形でね、ハマった部分ではありました。はい。このチャンネルでは、主に自分がね楽しんでる作品を取り上げて、作品のね面白いところとか、まあ、自分がね、好きだったところとかを中心に共有しております。楽しんでる人の満足度上げたりだとか、あとはやっぱり作品自体のね評価が高めたりできるように動画投稿やねライブ配信なんかをやっておりますので、またご一緒いただければ幸いです。まだね夏アニメについてはですね、まあいろいろとね見ながら、まあ毎週のライブで話をしておりますので、そちらもよかったらね参加していただけると嬉しいです。ではでは、ご視聴ありがとうございました。皆さんね感想なんかも教えてください。遠山徹でした。